クヨです。アオイだぜ。この間、友達と山奥にある秘湯って言われる温泉に行ったんだけどね。温泉までの道がところどころ崩れかけでボロボロだし、かなりの急勾配で普通に登山させられたわ。それは災難だったな。実は日本の国道は国道とは名ばかりで、実際は国がまともに整備もしていない。荒れまくった道も多く存在しているんだ。国道って国が運営しているから安心して通っていいよっていう保証みたいなものじゃないの。その辺はいろいろと事情があるんだ。よし、それじゃあ今回は日本に実在する危険すぎる国道を7個紹介するぜ。行ってみよう。今回最初に紹介するのは国道439号だぜ。当然だけど名前だけじゃ全くわからないわね。これはどこを通っている国道なの？この国道439号は徳島県徳島市から高知県四万十市までを通っている。全長 348km にもなるかなり大型の国道だぜ。今回は危険な国道って言っていたけど、具体的にはどんな危険があるの？今回紹介する道たちは国道でありながら整備が行き届いておらず、一歩間違えれば織田仏になってしまうようなものばかりだ。え、普通の道を走っていてそんな危険なことがあるの？一言で道と言っても、地方ごとに地形や気候によって状況は様々だ。例えばこの国道439号は徳島県最高峰の山剣山を通る道になっている。なるほど、山道だから勾配が激しくて急カーブとかが多いのね。そういうことだ。だがこの国道439号の怖さは実は剣山ではない。剣山の途中も道幅が狭く、すれ違うのもやっとの道や、ガードレールはあっても道幅が狭くてカーブもきついところもある。この国道の一番の危険ポイントは京柱峠に差し掛かったところだ。京柱峠っていうのは？京柱峠はかつて真言宗の開祖である弘法大師空海が阿波から土佐に向かう時に通った場所だ。そしてその麓から峠を越えるまでを京に登るほど大変な道といったことから京柱峠と呼ばれるようになったぜ。確かにそんな道を車で通るのはかなりきつそうね。まず、この京柱峠の区間は道幅が極端に狭く、すれ違うどころか車1台通るのがやっとの広さしかない。しかも大型車も通れるようにするためなのか、道の脇にはガードレールも設置されていないんだ。こんなのすぐ踏み外しちゃうわよ。さらに場所によっては舗装が全く行き届いておらず、一部では道が割れてガタガタに段差ができてしまっている。また季節によっては大量の落ち葉が処理されずに積もっていることでスリップする事案も多発している。怖すぎる。峠っていうぐらいだから踏み外したら真っ逆さまよね。他にもこの道は冬の時期にはあまりにも道が危険すぎるということで閉鎖されてしまう。車が通れなくなって一部登山者が利用するぐらいなんだが、その時には除雪されていないことで、道の割れている部分や落石、倒木が見えなくなって徒歩でも怪我や大怪我の危険がある道になるぜ。天然のトラップが張り巡らされた道なのね。ちなみに今回紹介しているような国道なのに整備が行き届いていない危険な道のことをひどい道で、国道と呼ぶぜ。無駄にうまいわね。二つ目に紹介するのは国道425号だぜ。この道はどこを通っているの？この国道425号は三重県尾鷲市から始まって和歌山県御坊市までを通っている道だぜ。ここはどんな風に危険なの？ここも先ほどの439号と同じで整備が行き届いていない。しかもこの国道ではそんな整備の行き届いていない危険区間が 45km も続くんだ。 45km も？さっきの439号も道路の状態は同じようなひどさなんだが、あくまでも要所要所で危険があるというだけだ。だがこの425号は 45km という長い区間続くことでドライバーの神経をすり減らしてくる。どれぐらいひどいかというと、一般ドライバーではこの 45km を超えるのに2時間かかると言われているぜ。まあつまり時速約 20km でしか進めないってことだ。普通の道路なら遅すぎて逆に違反切符切られるレベルじゃん。この425号もやはり道幅が狭く、片側は崖になっていて、ガードレールもなく車1台がなんとか通れるぐらいの道になっている。なんとかガードレールだけでもつけてほしいわね。またこの道は急なカーブも多く、高い注意力と運転技術が要求されるんだ。さらに慣れた熟練のドライバーでも気をつけなければならないのは道路の割れだ。自分なら大丈夫だと油断しているとカーブの先でいきなり道の一部が崩れてなくなっている場合もある。怖っ。さらにこの道は降水量が多いことで知られる大台ヶ原を通っているせいで、直近数日の天候によっては土砂崩れや路盤流出、大きな石が転がっているなんてことも多いそうだ。だから慣れた人であっても調子に乗ってスピードを出してはいけないぜ。こんなところで事故起こしたら誰も助けに来てくれないだろうしね。そもそもこの辺りは携帯が圏外になってしまうから、事故ってしまったら誰かが通りかかるのを待つか、
地獄のハーフマラソンをするしかなくなるぜ。ちょうど真ん中で事故ったら 22km 走ることになるのね。むやみにスマホの電池も消費できないから頭の中でサライを流して頑張るしかないぜ。こういう時って誰を呼んだらいいのかしら。被害状況によっては警察や救急隊だな。でも踏みとどまってちょっとの脱輪ぐらいだと JAF になるかもしれないな。こんなところに JAF 呼んだらブチ切れられそうで怖いわ。ただこういった危険に目をつむればダムや滝なんかが多い絶景スポットとしても知られている。一度行ってみたいと思う人は多いと思うぜ。だとしても移動手段は自転車ぐらいがちょうど良さそうね。三つ目に紹介するのは国道291号だぜ。今度はどこにある道なの？これは群馬県前橋市から新潟県柏崎市までを通る総距離 187km ほどの国道だ。一番最初の 348km に比べるとかなり短く感じるわね。というか、前橋市って群馬の県庁所在地なのにそんなに危険な道があるの？そうだな。群馬は未だに領土の3分の1が人類未開の地となっていて、現代文明どころか人語すら通じない。道の部族が住んでいると言われている。前橋にある群馬県庁に行くにも一般人では、十分なサバイバル装備をした上で最低3日分の食料を持っていかなければいけないと言われているほどだ。群馬は登場するたびに伝説が盛り盛りになっていくわね。そんな群馬にある国道が安全なわけがない。この291号は道の途中に谷川連峰の清水峠がある。つまりここも山の中を通っていくことになるってことね。この清水峠はかつて上杉謙信が戦の時に使っていたという伝説が残っている道でもあるんだ。ということは下手に歴史や伝説があるから行政も舗装とか手を入れにくいってことかしら。そもそも清水峠は江戸時代以降は閉鎖されていたらしいぜ。そこにこちらも有名な偉人である。大久保利通が目をつけて道を作ったことで通り道として使えるようになった。へえ、歴史の教科書に出てくる名前がいっぱいね。この頃の日本は明治時代に入って今までの鎖国だ何だの時代から一変して、西洋諸国に追いつくために、近代化させるために躍起になっていた。その一環で交通インフラを整備するための、土木七大プロジェクトというのが立ち上げられて、この清水峠にも一般の道が開通したんだ。確かに近代化で発展させるには安定した輸送路が大事だもんね。しかし、これが作られたのはあくまでも明治時代などの話だ。今とはいろいろと状況が違う。例えばその時代の移動方法が何だったかわかるか。明治時代ってなると車も出てきていたのかしら。でもそんなの貴族の移動に使われてたぐらいよね。ということは馬車とかかしら。おお、鋭いな。まさにこの道は馬車で通ることを想定して作られた道なんだ。だから当時は文字通り馬力で押し通っていたようなところもあり、今も車でも徒歩でも通るのが大変だったりするんだ。これだけ時代が経っているなら整備とかしなさいよ。まあ、この辺りは日本屈指の豪雪地帯で冬には道が封鎖されてしまう。さらに土砂崩れなども多いから作業員の安全確保も大変だし、整備したところでいつ元の状態に戻ってしまうかもわからないんだ。それこそ周囲の山ごと削り出すぐらいの大工事をしないといけないのね。実際に開通当時でも道が綺麗なままだったのは最初の一月の間だけだったとも言われているぜ。それを完全に整備し続けるのは現実的に無理な話ね。挙句の果てには当時は資産家が近くの道を自費で整備したりして、ますますこの道の整備の必要性が問われることになったんだ。国道にもいろいろな事情があるのねー。四つ目に紹介するのは国道157号だぜ。この道は石川県金沢市から岐阜県岐阜市までをつないでいる道だ。これもそれぞれ金沢と岐阜っていう県にとっては重要そうな場所を通ってるわね。しかもこの国道157号は北陸と東海を最短で移動できる道としてもかなり重要な役割を果たしている。なのに、まともに整備が行き届いていないと。その通りだ。だがここまでの流れで少し分かってきたとは思うが、国道というのはただ国が怠慢で整備をしていないわけではない。この土地の状況によってそもそも工事が難しくて手をつけられないという場合も多いんだ。ここもそういう理由があるの。まずこの157号も先ほどの291号と同じで日本でも有数の豪雪地帯として知られており、冬になると毎年2メートル以上の雪が積もってしまうエリアだ。157号のある新潟が豪雪地帯ならすぐ近くの石川も積もるのは当然よね。2メートルも雪が積もったら人どころか車まで埋まりかねない。だからこの国道157号は先ほど言ったような便利な場所にありながらも12月から3月まで完全に封鎖されているんだ。実質的に夏と秋限定の道ってことね。しかも工事をするにしてもその短い間に済ませなきゃいけないし、
他にも国道157号の問題はあって、なんとも自然に溢れた場所にあるこの道は途中に川が流れている。え、今なんて言ったの？この国道157号には途中に道に川が流れているぜ。おかしいでしょ。まあ、川といっても水がちょろちょろ流れているだけだから車が通るだけなら問題はない。だがブレーキを踏むときや車以外で通るときは注意だな。そもそも車以外でたどり着くのすら大変そうね。あと熊も出るから車でも安心しないようにな。もう封鎖しなさいよ。そしてこれが最後に一番の問題と言われている道幅の狭さだ。もう道の狭さは標準装備ね。今回の場合はあくまでも一時的な区間ではあるんだが、そこはあまりにも道が狭すぎることから。自動車が通ることができる日本の国道で最難関の道と言われてしまうほどなんだ。最難関の国道って、もはや国からの試練か何か。ちなみにこれが実際の道だ。怖っ。見てもらえるとわかると思うが、道幅が狭く片側はほぼ垂直な壁があって反対側には、生い茂った木々が圧力をかけてくる。車が汚れるとか甘っちょろい気持ちで。少しでも枝を避けようものなら脱輪して真っ逆さまだぜ。むしろ壁にすりまくるぐらいの気持ちで走るのがいいわね。こんな道の途中に雪とか川があるって言うんだから通るときはさぞ神経を使うだろうな。そっか。今まで乗って単体の危険じゃなくて季節によっては合わせ技で来るのよね。ちなみに対向車が来たときには正々堂々デュエルで決着をつけることになっている。どこの遊戯王の世界よ。以前には負けたらここから飛び降りると言って相手を脅してまで勝利しようとした奴がいたとかいないとか。私だったらそんな奴は容赦なく突き落とすわ。とにかく狭い道を通りたいという人や、とにかく命を懸けたデュエルをしてみたい人はぜひ行ってみてくれ。デッキ突き出したところでクラクション鳴らされるだけよ。5つ目に紹介するのは国道418号だぜ。これはどこを通っている道なの？この418号は福井県大野市から長野県飯田市まで続いている道だ。ちなみにこの国道は日本三大国道の一つにも選ばれるほどひどい道だ。その日本三大国道っていうのは、名前からしてろくでもないのはわかるけど。日本三大国道とは今回の動画の一つ目と二つ目に紹介した国道439号と国道425号に、この国道418号を加えた三つの国道のことだ。不名誉すぎる。439号と425号は予策、死に号などの愛称でも親しまれている。そしてこの418号はそういった愛称こそないがキングオブ国道と言われているんだ。キングって言ってもベストじゃなくてワーストだけどね。この国道に関してはそもそも国道と言っていいのかも疑問視する声も多いほどにひどい惨状になっているんだ。そんなに。この418号のデンジャーポイントは江名から八尾津までを含む区間だ。なんとこの区間は国道なんて言いながら年間を通して徒歩も含めて通行止めになっている。それは道路なの？国道なのに廃道という一両矛盾みたいな道路だぜ。今まで紹介した道のように幅が狭いことや、土砂崩れの跡なんていうのは当たり前。ここはすでに何年も前に行政が完全に道の整備を投げたことで草が生い茂った獣道になっているんだ。すごいありさまね。この道のレポートをしたブログによると、道の始まりは少し田舎の2車線道路から始まり、すぐに1車線の道になっていく。その間にいつ設置されたのかもはや意味のない標識たちが並んで、そして実際の通行止めされている場所にたどり着く。マジで通行止めね。そして最後には人一人が通れるレベルの獣道になっても続いていくという感じだぜ。これが道路ならその辺の山にある道も道路扱いでいいわね。こんな道だから使う人がいても勝手を知った地元民か面白半分できた一部のマニアだけだろう。ただネットで調べていたら2022年に江名市リニア街づくり計画というのが出てきたんだ。へえ、リニアが通るのね。それで工事の計画にこの国道418号も含まれているらしい。え、そうなの？どうやらこの418号の被害区間を迂回するような形でトンネルを作って行き来をしやすくするらしい。おお。そしてそのトンネルが2023年4月28日についに開通したそうだ。これでこの区間の通行止めが3年ぶりに解消されたということだぜ。これで地元の人はかなり便利になるわね。まあ、これで実質的に418号は今後も手が加わらないと言われているようなもんなんだがな。あ、これも世間の現実、所要無常というものだぜ。マニアの人たち的には永久保存が決定して喜ばしいことかもね。6つ目に紹介するのは国道324号だぜ。これはどこを通っているの？この324号は長崎県長崎市から熊本県宇城市までをつなぐ国道だ。この国道はどれぐらい荒れ果てているの？聞いて驚け。この国道はなんと全く荒れ果てていないんだ。
え、なんで？いや、国道としてそれが普通なんだけど、どうして荒れてもないのに国道扱いされているの？ここは整備されているし人が来ない田舎町でもない。だが、なんと1日に5時間しか利用可能時間がないのが特徴なんだ。どういうこと？潮の満ち引きで道が現れでもするの？なんとこの国道は途中で商店街のアーケードの中を通るように作られているんだ。道路？ここは今までと違って住宅街などしっかりと舗装された道になっている。だが道なりに走っていくと途中で商店街にぶつかる。この商店街も何か問題があるわけではなく、車が通るのに十分なだけの道幅も完備されている。でもこんなところに車が通るなんてめっちゃ邪魔よね。そうだ。だからこの道は自転車や原付なら通行に問題ないが、車の通行は朝5時から10時までに限定されているんだ。しっかりとしている道なのに使うことができないという。どうしてこうなったのかと言いたくなってしまう国道だ。どうしてこんな形になったのか経緯が知りたくなる国道ね。ちなみにこういうアーケードの中が国道に指定されているのは、ここと東大阪市の国道170号だけという日本でも2箇所しかない超レアな場所だ。むしろもう1箇所あることに驚きよ。だからここには商店街なのに途中に標識があったりとよくよく見ると不思議な光景が広がっているぜ。お昼とか夜とかここを通りたい車はどうしたらいいの？通り抜けたいだけならこの横に片側2車線の道路が並走しているからそっちを使えば何も問題はない。ここを利用する人たちからもそちらの道の方が本通りという認識になっていることが多く、初めて訪れた人でも迷わずにシフトできるからぶっちゃけ問題はないらしい。まあ、それなら交通には問題ないみたいでよかったわ。今回最後に紹介するのは国道265号だぜ。ここはどこを通っている道なの？これは宮城県小林市から熊本県阿蘇島までを通っている国道だ。ここは氷室神話という伝承のある場所で、この道も氷室神話街道と呼ばれる観光道路になっている。観光地なのにここも国道なの？この道は観光道路となっているだけあって一見するとしっかりと整備された道に見える。しかし進んでいって九州山地の峠を越える区間では未舗装の道が続いて接続道路もほとんどないために、それることもできない細くてガタガタの道を長い時間進み続けることになる。観光地でそれはダメでしょ。初見泣かせの天然トラップというところだな。だがこの265号の一番の問題は大規模な自然災害だ。自然災害？まあ、自然災害といっても今回何度も出てきている土砂崩れなどのことだ。しかし、この道では土砂崩れや落石などの大規模な自然災害によって、長い間一部区間が通行止めになってしまっている。あらら、どれぐらいの期間通行止めになっているの？細かいところまではわからなかったが、通行止めの始まりは2018年4月19日から始まっているようだな。そして複数回にわたる災害対策工事が行われていて、一番最近のものだと、2022年の5月10日から2022年12月10日まで規制しているというのを発見したぜ。本当につい最近まで規制されていたのね。今も実際に規制されたままかもしれないな。こんな状況だからこの道を ABC 地点と分けた時に、BC 間を通りたい時には別の道にある D 地点まで回ってから C 地点に行くことになる。この国道自体が渡り切るのに 200km あるのに、その回り道をするとさらに 15km 以上遠回りすることになる。普通の人なら 200km 走らせるだけでも疲れちゃうわよね。でも実際は運転に慣れた人よりも、慣れていない人の方が情報を持ってないから迷い込んでしまうことが多いんでしょうね。最近は車に1台カーナビが普通になってはいるが、その肝心のカーナビがアホだったりすることもあるからな。そうね。前に聞いた中で一番ひどかったのだと無理やり高速に誘導されて途中で案内が終了したと思ったら、高速の下が目的地だったっていうのは聞いたことあるわ。その話もまだ高速道路だからいいが、こういう通行止めになっている国道に中途半端に誘導されたら最悪だぜ。最悪の旅の始まりになるわ。ということで、今回は日本に実在する危険すぎる国道を7個紹介したぜ。どうだった？想像以上にひどい道ばかりだったわね。とりあえず国道という名前に騙されてはいけないことがわかったわ。主要都市に住んでいる人だと想像が難しいかもしれないが日本は山の多い国だからな。それに気候も地域によって様々だから対策が一貫せずに国が状況を把握するのも一苦労だ。確かに、整備を手配する国の方も県によっての気象状況から考えて、スケジュール組まなきゃいけないんだもんね。まあ、つまり初めて訪れる土地では事前の情報収集を忘れずにということだ。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。